首里金城町赤城道首里金城町石畳道は、沖縄県那覇市にある石畳の古道。首里城公園の南側斜面に位置し、14世紀から19世紀にかけて栄えた琉球王朝時代の城下町である、金城町にある。首里城から国馬側のま間橋に至る長さ 4km、総延長 10km の艦道であった新樹道の一部で琉球王国。 昇進王の治世である1522年頃にその建造が始まった。第二次世界大戦の沖縄戦で新宿道の大半は破壊されコンクリートで舗装されていたが、1983年に歴史的地区環境整備事業によって再び石畳に整備された。金城町に現存する238メートルの区間が首里金城町石畳道としてその姿を現在に、 伝えている。行政上の道路の路線名を、那覇市道近所2号と言い,い、別名、島シービラとも呼ばれる。石畳と石垣道には年月を経て、光沢を帯びた琉球石灰岩の平石が敷き詰められたままで、沿道には近世以前の石垣も多く現存する。乱時期に配された大きさ20から30センチメートルほどの平石の表面は小叩たたきに仕上げられており、 勾配が急なところでは階段を設けたり、滑り止めの溝が掘られるなど、歩きやすいように工夫がなされている。道路沿いの屋敷囲いは、相片積みと呼ばれる手法を用いて積まれた石垣と、赤瓦屋根の木造住宅が見られる。周辺は、世界遺産に登録された、首里城跡や、玉陵、縁日屋、武温竹関門、四季名園、守礼門、別在天堂、 炎学寺跡など多くの文化財があり、観光のスポットが多く集まるところでもある。市民の散策コースとしても人気があり、沖縄県の主要な観光地として知られるところから、県外からの観光客も多い。沖縄県指定文化財であるほか、1987年8月10日に、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つにも選定されている NHK ドラマチュラさんの撮影地になり沿道の民家が主人公の自宅外観として使われた NHK ドラマチュラさん撮影地ありがとうございます